今日のヒーロー、一人目は小深田選手です。 ありがとうございます。3安打猛打賞、ナイスバッティングでした。はい、ありがとうございます。今日は球界を代表するピッチャー佐々木朗希投手の対戦でしたが、どんな思い、どんな狙いでゲームに入ったんでしょうか。すごいピッチャーなので、しっかり割り切って打席に入りました。その中で佐々木投手からも2安打です。これ今後につながりそうですね。そうですね、はい、2本打ててよかったです。そして小深田選手、先週の日曜日にも3安打猛打賞というゲームがありました。このバッティング好調の要因はどういったところでしょうか。しっかり自分のスイングができていると思うので、それが、好調の要因かなと思います。大混戦のパリーグ、小深田選手のバッティングというのは今後も期待がかかると思います。今後に向けてファンにメッセージをお願いします。これからまた後半戦続くんで、もっともっと勝っていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。見事3安打猛打賞、小深田選手でした。どうでしょう。さあ、続いてのヒーローは背番号28、酒井智人。さあ、今日のヒーロー2人目は酒井投手です。今シーズン初勝利となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日も大事な場面での登板となりました。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。いつも思ってるんですけど、とにかくゼロで抑える気持ちでいきました。その後チームが逆転してくれて、今シーズンの1勝目というのが転がり込んできました。その時のお気持ちはいかがでしたか。はい、今年本当に怪我で出遅れてしまって、チームに貢献できなかったので、本当に嬉しいです。そういった中、今現在のご自身の状態、調子というのはいかがですか。ちょっと遅いかもしれないですけど、少し、状態は上がってきてます。今後もイーグルスさんは酒井投手のナイスピッチングに期待していると思います。ファンにメッセージを最後お願いします。はい、これから、もっと、チームに貢献できるよう頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズン初勝利、酒井投手でした。ヒーローインタビュー、締めはこの人、背番号35、島内博明。見事6回逆転タイムリーヒットの島内博明選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。1点差に迫ってなお満塁のチャンスでした。あの場面、どんな思いで打席に向かったんでしょうか。絶対返してやろうと思って打席に立ちました。打球は三遊間を抜けるレフト前ヒットでした。逆方向への意識などもあったんですか。いえ、それはなかったんですけど、適当に振らせていただきました。そういった中、好投手からのヒットとなりました。佐々木投手からのタイムリーヒットというのも今後につながりそうですよね。好投手からのヒットというのはいかがですか。そうですね、でもまぐれなんでしっかり練習していきたいなと思います。そして島内選手といえば、気を照らったタイムリー談話というのもファンの中では有名なんですけれども、あの1本目のタイムリー談話で、焼きそば焼きたいですという言葉がありました。この言葉のぜひとも真意というところも伺ってもいいですか。明日や、試合休んでそこら辺で焼こうかなと思います。はい。ただ球場外周にさまざまな縁日などもありまして、こうファンも非常に盛り上がっている様子というのも伝わってくるんですが、この大勢のファンの前でのプレーというのは改めていかがですか。そうですね、もっと頑張っていきたいと思います。それでは雨の中、今日も最後まで試合を見守ってくれましたイーグルスファンの皆様にメッセージをいただけますか。雨降ってるんで早く帰ってください。皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー3人目は島内博明選手でした。